験としては研究するだけじゃなくて研究成果をこう世の中に出すということになってますけれども、もう少し若い世代に科学に興味を持ってもらいたい、もっと言うと科学を知ることによって科学者ではなくても科学を使った成果が世の中の、まあ、進歩に役立つように理解してもらえたらいいなと。統計学的な見方、これからデジタルデータ時代になってですね、そういうものを身につけておいてくれたらいいかな、関心を持ってくれたらいいかなという気はしますので、科学が社会とどういう向き合いをしているのか。一番大事なのは子どもたちが理科少年理科少女として、キラキラとした夢を持ってスタートを切ってもらうことだろうと思います。日本の子どもたちや若い人が科学者の名前を知らないというのは非常に問題だろうと思っています。それは一種の、まあ、ラベルというよりももっとこう物語の主人公なので、研究者が日々考えてるっていうことをお聞きしたときに、セドリック・ビラーニっていう人が日記形式で、あるいはフィル賞を取るまでに何を考えてるかと、定義を作る数学の話と同時に日々のこともずっと書いていて、研究者がこうなんか何かを得るまでってこういう、こうことをいろいろ考えながらやってんだなっていうのが、その近代科学の手法が確立するまでギリシャ哲学の時代から非常に長い時間かかってできた手法、その作法に基づいてみんなやってると、基本的な理解が日本ってなかなか進んでなくて、科学っていう所作っていうか、それは何なのか、でそれをやってる科学者っていうのはどんな人たちなのか、それを伝えるっていうのはすごい重要じゃないかと。科学者の子供時代にどういうことを考えたかとかね、それはやっぱりもうちょっとやらないと伝わらないですよね。自分は高校生の時には科目としての物理はそんなに面白くなかったんですけど、本とテレビですね。本は、もう覚えてないんですけど、やっぱ加速器のセルの加速器の当時は、ある粒子を発見しようということで、コスモスとかファインマンさんとか、あとそれからスピンを巡るとか、ヒッグス粒子発見に至るまでの何か面白い本があるかもしれないです。いっぱいあるでしょうね。だからね、本当は南明一郎を日本人はもっと知らなきゃいけないんですよね。これが根本ですよ。子供の頃の強烈な経験とか、それを率直に書く本とかあったら、今の中学生高校生にもひょっとしてちょっとこう影響があるんじゃないかなと、いろんな状況で子供の頃の強烈な印象が自分を作るということには、科学者の方が一番まず適合している職業かなと思っていて、そういう経験を間接的でも、最近はその、医学と工学っていうの連携っていうのがすごく多くて、医工連携っていう学科なんかいろんな大学でやってるんで、バイオとつながってるといえばつながってるんですけども、純粋なエンジニアリングっていうのも例えばその中学高校の頃図工の授業ってあったと思うんですけど、あれってやっぱりエンジニアリング的なことを学んでいたような気がするので、何か物を作るっていう科学的なアプローチ。生物学っていうと何ていうのかな、やっぱりマイキュー的なそのマニア精神みたいなものが強く働くところっていうのがあって、私の子供の時に一番影響を受けたっていうか、一番こだわっていた書籍って言ったら図鑑なんですよ。やっぱり虫取ってた時に、自分が取った虫、これまだ持ってない虫こいつだ、どこ行きゃ取れるのかっていう、そういうことをやっていくうちに、多様性とか分類学とか形態学とかいろんなことが頭の中に入ってくる。一方でファブルの昆虫記っていうのは、ちゃんとした大人の学者が昆虫に対してどうアプローチしてるかっていう古典としてね、こうなんていうのかな、自分にはやれないことをやってるおじさんがいたっていう憧れが強くありました、ね。ウィリアム・ベイトソンの息子さんにあたるグレゴリー・ベイトソンの「精神と自然」という本なんですけど、これものすごく影響を私受けました。このグレゴリー・ベイトソンはぜひ読んでほしい。ただこれ若い頃に読まなきゃダメな本の筆頭で、プロセス的には何回かメールのやり取りをしながら、ここスマホで取りまとめて、最後デジタル方で。工学っていうのはあんまりないんですか？小学校の時はもうどこ向いてでもエジソンの話を聞かされませんね。本読んでも。だけどエジソンちょっと
フィーチャーされすぎですよね。なんでテスラが出てこないんだ。今日持ってきましたけどね。僕は、別の本ですけども、やっぱりテスラの方がすごいよなと思ったりするんですけど。最近ですね、テスラでも。そうですね。ね、昔の工学っていうのは機械とか、まあ、その電気とかそういう、まあ、伝統的な工学分野というのがあったんですけど、うん、今の工学って本当に これ工学って読むべきなのか、応用科学って読むべきかわからないぐらい、ちょっと境界が曖昧になっている。大人にならないとわからないところなんじゃないですか、ね、確かにおっしゃる通り、私が読む工学の本っていうのは、ほとんどその製造業の会長を退任されて、私の生き様的な苦労話とか仕事には役立つんですけど、理研では工学ってあんま大きくないですけど、理工系って言ったら工学が非常に多いのかな、なんかそういうものがあるんじゃないかと。理研多くないんですか。理研はサイエンスですからね。あ、そうか。日本の大学は工学っていうか、世の中のための科学から入ってるから、工学はすごい。工学部の方が多いですよね。今のサイバネティックってあれですか、古いですかね。いや、入れるべきですね。であれ、第2版、第2版がいいと思うんです。今岩波は第2版だと思いますけども、今岩波はちょっと古いかもしれないけど、でもアメリカで一番有名な数学者はウィナーだって聞いてびっくりしました。ニュートンについて書いてる、あるいはケプラについてる、アーサーケストラのね、本なんか素晴らしくて、あ、僕はニュートンがあんなにタコ揚げが好きで、でそれを真似してビットゲンシュタインがタコに火をつけて走ったっていうのを読んで、なんだニュートンとビットゲンシュタインつながってるってギョッとしたぐらい感動したことあるんですけども。子供が好きなのはやっぱりね、ブラックホールですよ。ああ、そうか。小学生からもう好きになります。そうか、もう名前から言って大好きするね、あの本。そうそうそう。それでね、僕はやっぱり最近、シンギュラリティっていう言葉ね、あれ、ああいう IT がどうのこうのっていう、AI がどうのこうのっていう話で使われるけど、あれそもそもブラックホールのことだよね。そうです、そうです。シンギュラリティがね。